ですね、自民党のはずが議員個人に裏金を渡してたっていう問題なんですね。それをいや議員個人じゃなくて政治団体に渡したけど不記載やっていうことで合法化して逃げようとしてる問題なんですよ。議員に派閥が裏金を渡すっていうのは派閥も犯罪、議員も犯罪。これは現行法、政治資金規正法でそれを変えなくても処罰できるんです。ここから議論をそらしたらダメなんですね。で、立憲の安住さんが刑事責任は一区切りって言ったんですけど、同時にですね、やっぱり刑事事件として一つ区切りはついたのかもしれませんけども、違うんじゃないんですか。これ犯罪なんですから自主性じゃないんですか。自民党の方が疑念を晴らさなきゃと言ってるけど、もう犯罪ですから疑念を晴らさなきゃじゃないんです。だからその性倫審で議論しようやないかっておっしゃってるけど、非常にこれは生ぬるいものになると思うんですね。だからこの議論をずらさずに早く全部洗いざらいして自主性と、もうこれにつきます。表示された主な論点、主な焦点どれですかっていう話なんですけどね、これらを焦点にしたらあかんのですよ。それ理由は先ほど申し上げました。でね、自民党の浜田さんが、性倫審から議論始めましょうとか言ってるんですよ。つまりね、まだこの議論はスタートもしていないっていうことが今日確認されたわけですよね。だったら国民どうなるんですか。被災者どうなるんですか。本来しないといけない話、消費税廃止、減税ですとか、一律給付金、社会保険料の減免、そういう話しないといけないのに、スタートラインにも立ってない。で、このままだらだらと通常国会に入ってやられる議論は、その自民党によって、脱税してる自民党によって、増税の議論だったり、戦争ビジネスだったり、改憲の議論なんですよ。そんなのおかしいんですよ。だから、今回これ、やるべきことの焦点を、あえて言えば、本当にさっさと自民党は回答していただきたい。そして国民の皆さんには自民党が推すような候補に投票はしないでいただきたい。国民をなめない、嘘をつかないという、大変レベルの低い条件が必要なんじゃないかと私は思うんです。自民党の方々が国民の間で何と呼ばれているか、先ほどからずっと言ってますけど、ハッシュタグ犯罪者集団とか、ハッシュタグ泥棒が政権担当、日本すごいって SNS でそう言われているんですよね。だから国民はいつ議員辞職するんだろう、いつ内閣総辞職するんだろうってカウントダウンしてるのに、でも自民がとぼけていれば、そして今回ももう逃げおおせれると高をくくってる感じじゃないですか。こうやって国民をなめてるっていう、それを脱却しないといい、国会運営、国会審議の充実っていう話にならないと考えます。